暑くない今日。まあ今がお風呂上がりだからっていうこともあるかもしれないけど、暑すぎて。でもクーラーつけようと思ったけど、あとリモコンが見つからないと思ったら、ちょっとつけちゃう。楽ないよこれね。おパンチウサギなの。パンチウサギかわいいかな。妹もね、え、これドレス？あ、違う、なんか埋もれてる。え、ドレスじゃない？妹もね、おパンチウサギ着てます。なんか、なんだっけ、なんか忘れちゃった。あ、ユイナ、そう、ユイナも同じやつね、持ってた。ピンクのやつ持ってた。ピンクも持ってるんですけど。6月15日の死の国を発生誕祭に誰が出るの？出るかは分かんないけど、劇者だからね。出ないかな。出ないんじゃないか。ユイナが好き。そろそろカレンレンに会いに。そうだよ、会いに来てください。公演たくさん出てますから。今月はあと明日と27、28、29ですかね。で、1、2、5点が1と2が発表されてる。9と15と、あ、15じゃない、15は昼だね。15昼の個展は出るの。9はここ話せた。明日もね、楽しみにしててください。明日来る人、パジャドラ、パジャマライブ来る人いますかね。来ないかな、みんな。そう、パンチウサギここにいますし、ここにおパンチュ、ここにメタモ、待って、まだ下半が大きい。お風呂に今入ってきたので、ここにロッ、ここにロット、ここにケアベア、ここにバナナ、あっちにクロミちゃん、こっちにクマさんいます。なんてクロミちゃんのシュシュどっか行っちゃった。あ、ドライヤー中にね、なんかそのシュシュの熱でさえ熱くて外したんだったズボンも、ズボンはクロミちゃんのハンちゃんからもらった。昨日見送りのせいで、昨日、ピンクと紫が出ながら最高なんだけど、ペンライトも嬉しかった。ありがとうね。26はいないですね。26はひなたんかな。ひなたんの最初の目撃者。27行く、28行く。27と28はここてんですね。やった。27はあのユニット、28はあのユニットです。サーボテンとゴールド、今発表されてる。よかった、ふにゃさんありがとう。6月に
富士ここにはね出たいって言ったんだけど出れるかは分かりません。明日行きますよ。明日お仕事ありがとう。嬉しいな、明日来るの。DMM でメモも、はい、ありがとう。行きたかった。高熱？しげおさん大丈夫ですか？高熱どうした？うつっちゃった誰かな？違う？疲れが出ちゃった。心配。高熱は最近出てないから、これはちょっと高熱の気持ち忘れちゃったんだけど、高熱今年はね結構ね高熱出てた方なんだけど、もう強くなったのか出なくなりました。尻尾ついてるやつ買うかないな。明日背は過去は感謝なに聞いてよ子は怖気にやんない。 Everybody got a sense to it 怖気にやんない。27私え何が見たいんだよ。おニュー、この世界？何度も夢のデッドボディ？ジッパー26カルネガー3え目撃者か、どうなんだ。いいね、すごいね。300そう、サブテンはねリノ散歩地です。だからなんか早着替えじゃない、早着替えなんですね、サボテンって。だから出る前にサボテンの早着替えの練習をハンちゃんとココアとしたんですけど、その時にブレスレットを忘れ、一瞬忘れてたらリノさんが忘れないでってリノさんの衣装です。違う、パジャマ尻尾ついてるやつ。え？あ、え？尻尾ついてるかな、わかんない。耳がでかい、耳が飛び出してるやつ上に。広い砂漠の真ん中でこの世界の良さが語、この世界が雪の中に埋もれてく前に冷たい風を振り切って迎えりゆく、知っている意味なんて何もないけど何かしたかった、僕たちのために愛するエビデンス。一番お兄の水色、水色なんだ。名前を見たい、ありがとう。確かに葵さんの水色ね、どうだろうね。長崎仲間が出てない彼が、え、まだ全然喋ってないんですけど、なんかよくレッスンをしてるんですね、7期生って。レッスン、それに彼もたくさん公演に出てるからよく会うんですよ。まあ喋らないけど会うんですけど、全然喋ってないけど、リュウとあやねちゃんとは喋る。なんかの話した、なんだっけ
交通の話した。かわいい。サラちゃんがかわいい、マジで。サラちゃんがかわいくて、あの顔がちっこい子がかわいくて、なんか大好きですって言ってくれて、彼も大好きですってなりました。あとやっぱアビスパがかわいくて、アビスパーって言ったらアビスパですって返してくれて、かわいかった。かわいいな、アビスパね。カレンは風船飛ばせる気配ないな。飛ばしてみたいけど。山田ちゃん、何これ、お菓子タワー。え、アイスクリームとかパンダとかタワー、スイーツタワー、ありがとう、嬉しい。やったやった、ありがとう。6月に舞台の千秋楽だけど、あ、千秋楽のだから6月に、そうだったそうだった、まで舞台メンバーになるのか。その前カレンに会いたいから舞台行くね。ありがとう、忙しい一日ありがとう、頑張るね。昼そうここ店です、夜が目撃。サボって楽しかった。なんか覚えが早くて、カレンには珍しくて。カレンさ、俺のほんと、ん、終わってないよね。あ、びっくりした。あ、苦手なんです。サボテンめっちゃスラスラ覚えてた、感想以外。感想むずい。全然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 ゆたやなちゃん可愛いってなった、教え、あ、早いやん、ダメだよ、みんな可愛いけどダメです。うーん、そう、片ひやさらちゃん、そう、ゆか、ゆか可愛い、ゆかさゆるちゃん可愛い、わかる、え、好きアビスパ、アビガス、あ、確かに、だからさ、共通点あって好きなのかも。おやすみ。はい、あ、やったよ。ありがとう。クロミちゃんの指示を届けてくれました。バイバイ。バイバイ。おやすみ。おやすみ。本当に寝るのね。パンチバイバイ。おパンチ。ねえ、え、似てるね。これとこれと同じじゃない、めっちゃ。おやすみ、バイバイ。はい、妹ちゃんの恒例のお休みでした。おやすみ、おやすみみんなで、おやすみみんなバイ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 。そう、ズボンもね、こんな感じ、これをいつもつけてて、あ、そう、ねねねえが言ってたやつもこの獅子です。この獅子をいつで、まあ、あの髪の毛結んでて、ねねねもなんかなんかのキャラクターの獅子をつけてて、水色のつけてたんですけど、ねねねが最近、あ、作ってるなって思って見てました。つつつつつつ、え、止まった？なんで？充電はありますけど。え、シュシュペンライトつけてた、マジで？ハンギョドンじゃないの、ハンギョドンじゃなくて、なんか目が大きいやつ、あと水色の気がする。
動いた、よかった。なんでだろう。人形像は渋井ちゃんが全持ってますね。いつも渋みと一緒だねってする。あ、熱くなくなってきた。あ、それそっか、クーラーつけてた。また制服で公園行くね。ね、制服かわいいね。うん、私の高校もかわいいけど。あれ、すっぴん幼いですか？でも一番幼いのはさあちゃんだと思うんですけど、本当にさあちゃんのすっぴんがかわいいのね。で、好きなんだけど、さあちゃんは嫌なのかな、嫌だからか知らないけど、いつもメイクしていくんですよ。カレンがすっぴんボサボサでリハとか行ったりする日もさあちゃんはいつもバッチリ。最近てかずっとやけど嬉しい、嬉しいな。ずっとずっと好きでいてね。ツイッターのあれが嬉しい。カレンレンジのこと書いてくれる。リサキセーターめっちゃいいとこで見て、カレンも書いてくれる。なんだ、ね、リサキセーター楽しかったな。でもね、ずっとね、お手紙にドキドキしてた。可愛かったな。何か言おうとする、したこと忘れちゃったけど、ま、高橋みなみさんも全然聞いてる。そうなんだ、すごいね。リズキで、リズキデータ見た。あ、MJ さん見てたね。可愛かったな。で、初めての多分ユニットアゲームし6期だけだった気がするけど、そうじゃない、もしかして。そこの世界がもね、選んでくれて、リサキ可愛いな。みんなお乳だと思ってたと思うけど、この世界がリサキは好きなんですよね。昨日始められた。ティーチさん、めっちゃうちは可愛かった。ありがとうね。うちは大変なのにありがとう。今月いっぱいカレンダーで来月好転と休む。1、2、15、9。話。なんかさ、休日？土日とさ、土日に多かった気がするんだけど。ほとんど土日じゃなかった。違う？さすがに意気込みだね。もう一歩違うけど、意気込みだね。
清美のメンツだったね。清美のメンツだったね。リサキとかコッペさあちゃんはんちゃん楽しかった。ジッパーと思った。マジで、ジッパー、鬼はわかるけどジッパーほんまに。15日以降のね、もうね知りたいですよね、スケジュール。4月にの講座申し込んだ、ありがとう。明日登録わかる。あ、もう6月2の登録出るの？マジで6月1は出てる？江口ココは生誕祭一緒にジッパーですか？まだ江口ココハちゃん10、次 18？ 江口ココハちゃん、今 17？ だよね。16？ 今もしかして今17だよ。16か。ここ2年生17歳って言ってた。あもう誕生日は過ぎてたんだった。びっくりした。生誕祭でまた1個年取るのかと思った。もう年取ってました、すでに今年の分は。まだ17だからね。もしもし、いや17ね。ジッパー私たち、わかんない。彼もわかんない。そんなの聞いたことなかった。ジッパーはでもそうだろうね、20歳以上とかだろうね。でもそう、みんな20歳以上。彼ね、個展にもたくさん行くスケジュール。そうなの？優しくしてくれてありがとう。いやー嬉しい。個展たくさん見てくれるの楽しみ。個展待ってます。ぜひみんな来てくださーい。昨日江口おばあちゃんに「ベイヤーってなんか見たことある？」って言われたの笑った。そりゃ見たことあるよね、何回も公園見に来てくれてるしね。みんなこうちゃん生誕狙うから、それ以外の日公園登録し大丈夫です、きっと当たります。あの時のりーちゃん可愛いです。あら山田ちゃん行かないでね。あ、若菜さん19歳だったんだ。そうなんだ、可愛かった若菜さん。前世は彼の鬼を聞きちゃダメみたい。鬼を見てくださいぜひ。鬼を結構やってますから、ほとんど鬼ってぐらい出るので、ここで見に来たら会えるよ。なん、バナナブリュレフラペチーノなんかあるの？ちょっと飲みたい。ココテンとパチドラどっちが疲れると言われますと、ココテンですかね。それにこの前のココテンが超疲れた、超多分シンポジウムで緊張してたのがあったからより疲れて、汗がポタ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 アウトでした。私はカネルセットで買うね。
ありがとう、291枚買ってね。嘘です。マリアのいない時はマリアの無事から上下どっちが OK？ なおいつきは下で、下で、レディオは、レディオはどこもかしこも行くね。レディオはなし。ここてんは、ここてんもどっちも行くか、別に。カトレアは、まあ、若干下手よりかな。わかんないな。でもまあ髪でもいいけど下手にしとこう。で、で初めての星下手で、100年先髪でリボン、下手です。リボンの次なんだっけ、ドガ髪でハイウェイ髪で、次はハイウェイの終わりじゃーん。だから人生相談か、人生相談髪でやで、不毛は前半仕事が多くて後半髪手多いね。不毛は下手フラリー真ん中ってことで、もうほとんど同じですね。ほとんど同じだけどちょっと下手が多いかもしれない。いいです。だから真ん中におればかな。申し訳ないけどいつも一緒で役目取りたいんだけど、彼らの嫌じゃない、嫌じゃないよ。じゃあ29か2ってこと。測定はできないです。無理です。ココアップよりは出ないですね。ココアップはね、あれはねすごい才能、頑張ってなるなってなるからいいなって思います。修行しろバーサンポジは真ん中かいちょいしも、そうそう、すごい当たってる。調べるのすごい、そうでした本当にってことなので、ちょいしも食いバルーン、また持って、こういう、持ってこうかな。リュックに入る、確かに大きいからね、あれはね、リュックに入ると潰れちゃいそうだね。でも嬉しかったよ、マリコ。星か、髪でか、下もて。あ、星最初は髪でか。じゃあ本当に、半分半分やね。人生相談ではの名前呼ぶ係ですになりました。ハルキャンって呼べます。人どっちも行くの、どこでも近いかな。前ブログはじゃね、いや前ブログしなくてもね、どこでも楽しめるよ、これはね。劇場で横の子見てると分かるものだよ。逆にずっと彼のこと見てるのも分かりますし、そりゃそう彼たちも見てますから、あなたたちのことを。昨夜もカレンとリナちゃんがいる目撃者で撮りたいんだけど、どうかな。それはここてんで撮ろう。じゃだってカレンとクリーナさん同じポジションでしょ。
まあ、これは何個かありますけど、かぶってるからな。昨日お化粧金ない過密だってみんなでそうなの、確かに過密って多かった気もする。もう記憶力がないですね。クリームチーズシーズンのジャッジね、だからありますよ。またまた当選して48万人。不毛のやつのクロスハンド？何クロスハンドって？クロス？ここには赤い。やばい、足びら。ここ？違う？なんか実際の飼育を抑えて健やかな眠りにつきたい。眠らないでください。フラリーもあります。この前のここで一文字ね、でも一文字論もね見つけるよ見つけれますので全然。逆にね一番後ろの人もねがもう見ようとしますから、一番後ろにいる人を。大きな声出していいでしょですよ、もちろん。劇場で華麗なポジション移動早く続けても、そうですね、一回さ出遅れたら終わり、うん、頑張って、あ次は早いどうだって思いながら移動しております。そうですよ、そういうこともあるんです。うちは見ます、他の人の、あいやうちはも見ますし、よくカレンレのファンはハンちゃんのうちはを持ってるっていうことも分かってます。はい、自分の顔右と左どっちが好き？どっちだろうかな、左かな。でもよく真ん中を見ることは多いですね。めっちゃドレスアウスだ。ええこと見すぎやって思うけど、安心して嬉しいです。とっても。Hey you two ああずいつもそこにいてくれる。あのことが支えだったね。あれはね、ちょっと楽しい。Do you trust me? いつも何してるっけ？あ、いつもただこれか。けど初めて、でも本当に狭かったからすごいなって思います、いつもみんな。いなくてもバレなさそう。ここにバレるよ。今度振り付け教室開催してください。いやー、ガレンも正確じゃないかもしれない。間違ってるかもしれない。行かない目撃者もカレンレンいるから OK。 マジコンできた？どういうこと？どういうこと？行かない、行けないけど、ん違う、行かない予定だったけどってこと？
一番前だと、一番前はちょっと恥ずかしいからちょっと後ろから見てるよでもよく気づかれてはない。視力ってどんなもん？視力はいいです。何点なんとかわ かんないけど。9月にもケーキちゃん、来てー。でもね、29、昨日のポジと29のポジと6月2のポジが全部違うんですよ。だから大変。もうそれのやっぱり美味しいよね。美味しいです、マジで美味しい。そろそろ生ハム部、それはみんな入ってるよね。もう生ハムの写真載せてくれたみんなは生ハム部ですでもメンバーがいないだけ生ハム部のメンバーがいないだけです。初めての星、ここから見えるよ。なんとか動画もね、リンコも今ショールームしていますね。あ、していますね。あ、見に行ったんですか。今ヤノスレイヤの配信を始めました。目撃者何ポジ？4ポジ覚えてます。これね、 1.5 ぐらいはありそう。そう、2回公演だとどちらかでいいやって最近なんだよ。え、嬉しい。絶対俺が一番大変。そうだよね、カレン逆にあんま食べてなくて反省中ですねでもこの前おい、あの大好きなお店屋さんに行って食べたんですけど、写真を踊り踊れた。生ハム部長しっかり失格しっかりじゃない、失格。生ハム部活動日とか全然決まってないです。ちなみに決まってないです。なきついそうだよね、生ハム好きな人ね。もしもし、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 もしもし。カレンおすすめのナイトナム美味しいでしょ。あ、カレンもそれも食べたくなってきた。サラダによく合うんだよね。いや、側転できないんだよマジでやでーす。くー、メンバー部よりはいそうだ。マブブメンバー部は2人もいるんですけど、カレンの真顔シリーズマジ好き。なんかリンカもめっちゃ好きで言ってくれて、好きっていつもここはの TikTok とか出たらマジ最高って送ってくれます。土日に1日3公演あっても平気、平気じゃないです、全然平気じゃないです。2公演でもボロボロです。生ハム買えないきたくバナナ買ってる。あ、そうだよね。でもバナナも大好きだから、それも生ハムってことで。あれも生ハム高いもんね、わかる。私も同じ気持ちです倒立はあの頭ついての倒立だったら前はできたんですけど、今できるかは分かりません。みんなはできますか？今日は何曜日だっけ？
年明け日ね、三公演すごいですよね。足は普通かな。ココペは遅いけどリレーに選ばれたらしいですね。休みの前の人、公演行く日。生ハム食べてるから多分一月やば、5,000円やばいね。彼もそれぐらい使いたいです、生ハムに。うん、幸せ。水曜日は一番疲れる日、チャーハン分の日じゃん。チャーハン食べて元気になる。これ後輩でアビアスって子はいないですけど、アビスパって子はいますね。だからアビスパ気になってますね。ロキ7期で運動会、7期生が勝ちそうだな。ロキ生は誰が運動落ちそうかな。彼も普通に運動落ちなんですけど、レイヤはなんか本気を出せばいけそうか。ミユもちょっとおっとりしてそうでしょ。誰、早そうな人がいないな。あ、ハンちゃん早そうだな。運動神経良さそうでしょ。行くのりもいいでしょ絶対。どのくらいかな。生ハムいつから好き？めっちゃ前から、子供から好き。あ、クレちゃんが気になってます。クレちゃん可愛いよね。なんかあのはにかんだ笑顔が可愛いけど行かないでください。歌うまいらしいですので、すごい聞きたい。たくさん生ハムメロン有名だよね。なんか誰かが食べてたから食べたくなった。甘みと塩分味で美味しい。絡みで山川マリアさん、あ、最年長、もう覚えたよね。結構彼は覚えました。最年長の子ですね。青木ちゃんか石井ちゃんの、あ、確かに青木ちゃんもうできなさそうで可愛い。あ、さーちゃんね。さーちゃんは遅いかも、遅いかもね。さーちゃんも遅そう。石井彩音ちゃんね、運動できなさそう。もう前髪切りして運動できない。ゆいパンとナチで言ってます。あー、ゆいパンはカレン大好きで、ナチは藤子に超似てるらしいんだけど、カレンはあんまり思わないんだけど普通に可愛い。だから藤子がナチ好きだって言ってたよ。自分に似てるって言われてた。さえちゃんが、そうなの？さえさん、すごいね。彼は苦手です。七期生可愛い子いるけど、りなちゃんの彼の位置いるか。そうだ、あんた、よかった、安心です。みんなも教えはしないでくださいね。ね、ワインと生ハムで食べたい。彼も20歳までの辛抱です。でもワインの味はどうなのか分かんないけど、匂いは好きです。アリサキのこと、アリサキ意外とね、どうなんだろうね。遅そうだけど意外と運動いける気がする。あ、そっか、運動得意か。カレンは、あ、別に体弱くはないのに、あの身体測定、ん、体力測定なんかあるじゃん、シャトルランとか
調座大前屈の調座大前屈が、あれでした。よかった、記録が。でも、シャトルランクリアでした。え、調座大前屈マイナスは、ちょっとやばいですよ。え、後ろに行ってるってことですかね。あ、葵井さん、すぎるまでに開脚、なんか懐かしいね。めっちゃ頑張ってたよ、その記録。どうなったのか忘れちゃったけど、ちょっとやばくなって終わったのかな。調整しない髪型は、ない気がするけど、あるかな。あ、カチカチムリの、あ、普通のおろした状態でのクマさんとか、カチムリのやつ、カチムリ全部しないでここだけするやつとか、ゼアミね、ゼアミね、好評ですし、結構やってますね。お団子もね、やってる方かもしれない。あ、ポニーが一番やってはいるけどね。もう迷って決めきれないときはポニーですかね。やりたいことさ、やってみてごらんよ、無我夢中、憧れワンちゃん。あ、ポンデ懐かしい。ウルトラのハーツって何？リンゴヘア昨日しま…あ、昨日じゃない、お届けしました。でもね、カチューシャがあってあんまり見えないんだよね、古典だと。え、何がいいかな。明日の髪型決まってるんだった。どうしよう。27、28はみんな何が好きなの。三つ編みもね、したことありますね。でも普通ツインテール戦でね。なんでツインテール可愛いよね。高めのツインが好きなの。明日のポジはあのポジです。ツインテールが最高です。あ、パイナップリって言っちゃった。パイナップルね、可愛いよね、あれね。あれもね、好きです。巻きおろし好きなんだ。巻きおろしもあんまりしてないね。なんか最近暑くてさ、明日来てくださいね。明日見てくださいね。絶対
あ、黒毛はしてないわ。ハスイとかはみんな好きじゃない？唇が白い。くまさんヘアはみくねえの卒業コンサートでしました。ポニーはストレートと巻き巻きどっちが好きなんですかみんな。え、待って、もうすぐ配信終わり。今何時何分か見ます。あ、違う違う。あと6分ありました。彼のこの時計は今59分です。どうありがとう。明日卒業式やねみたいですよ。じゃあ明日来るしかないですね。明日来てください。みんな来てください。ボブはでもボブしたことあるんで、あの写真加工アプリで加工っぺがしてくれたんだよね。似合わないですね。昭和昭和感ちょっと出る。これはポニーが好き。サザエさん部屋やめて。やばい。全部編む？全編み？そこまで。ボブが好きなの？でもね、彼にロングが好きなんだ。好きなんだった。だからまだ伸ばしてる最中なんですけど。どうですか？え、今サザエさんと同じ年なの？ねねね、かわいい。サザエさんって呼んだらいいですか？ねねねさん、ねねさん、ねねでございますってこと。ねねさん、ねねさん、ねねさんは愉快だね、愉快だな。つつつるつつつるつつん。ってことで、そろそろ配信のランキング見まーす。結局1時間見てました。嬉しい。13位、ファントムさんありがとうございます。12位、マサルさんありがとうございます。チーチーユーちゃんありがとう。10位ウゴウゴさんありがとうございます。9位キタさんありがとうございます。8位バラ86さんありがとうございます。7位ハピーチさんありがとうございます。6位ドムヘルスさんありがとうございます。5位、なんで読むのかな、何々書店シーくんさんありがとうございます。4位山山さんありがとうございます。3位フニョさんありがとうございます。2位カレンヒンタンを語るし、ナイタグテさんありがとうございます。1位は山田ちゃんありがとう。タワーもありがとう。嬉しい。いつもありがとう。ツッツッツルッツッツッツルッツッツン。じゃあじゃあバイバーイ。スクショ。前髪がなんか浮いてるね、前髪。
フネス直らないでそんな一瞬で直らないでしょ。私カレーの不足だから配信出すかった気があったけどね、毎日ね会ったり見なきゃいけないもんねおやすみなさい。じゃあまた明日DMM か直接か会いましょう。バイバーイ、おやすみなさーい。今何時何分？ああと1分です。なあ、ありがとう、ありがとう。おやすみみずみ。寂しい、彼も寂しい。10時までしかできないのでごめんね。18か5日になったら12時までできるのでその時を待ち遠しく待っております。じゃあバイバーイ、おやすみ。バイビー、バイバーイ。